皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回はダンス禁制の動画になります。今回は JK が話すブラの種類についてお話ししていきたいと思います。前回出したこちらの動画がなんと20万再生を突破しました。絶対男の人見てるでしょっていう感じなんですけど、なんか結構好評ですね。好評でして、普段誰にもそういうことを話せないから動画に出してくれて嬉しいっていう声があったのと、大人の方が紹介するのとはまた違って、実際に JK が話してくれてることによって見やすいとかっていう意見もあったので、今回は種類についてお話ししていきたいと思います。前回も一応種類について語ったりとか、あとカップ数とかについて語ったりしたんですけど、今回の動画は実際にこういう種類があるんだよっていうのを動画にしていきたいと思います。まだねブラをつけていない中学生の子とかも見てくださってるかなと思うので、そういう方の参考になればなと思います。では早速紹介していきたいと思います。実際にブラを紹介するわけにもいかないので、 YouTube 上ちょっとそれは申し訳ないんですけれども、こういうものがあるんだよっていうのを説明していきたいと思います。まず一般的に今大人の女性がみんな使ってるのがワイヤー入りのブラだと思うんですよ。ワイヤー入りというのはその名の通りワイヤーが入っているものになります。ワイヤーなし、ワイヤーありがあるんですけれども、まあワイヤーなしを使う大人の方も結構いるんですけど、トータルで考えたら多分ワイヤー入りのブラを使ってる方が多いんじゃないでしょうか。まあでも妊婦さんとか締め付けられたりするのがちょっときついっていう方はワイヤーなしの方が断然楽なので、妊婦さんとかはワイヤー入りとかよりワイヤーなしを使うのがいいかなと思うんですけど、まあ、一般的によく使われているであろうワイヤー入りブラはワイヤーが入ってるのでしっかり綺麗な形を保ってくれるブラになります。ワイヤーなしに比べてしっかり形を保ってくれるので形が崩れないっていうのと、あとやっぱりしっかりキュッてしてる感じがして、ワイヤー入りじゃなきゃ落ち着かないっていう人も中にはいるかなと思います。ワイヤーなしはワイヤーが入っていなくてすごく柔らかい素材でできています。なのでまあ最初のうちとかは全然ワイヤー入りじゃなくていいと思います。ワイヤーなしから始めて徐々にワイヤー入りに慣れていくっていうのがいいのかなって思うんですけど、高校生でもね使ってる子と使ってない子がいると思うので、全然別にワイヤー入り買わなきゃダメなのかなって思う心配はないです。でもワイヤー入りの方がしっかりとした形を保てられるよっていうものですね。でワイヤーなしはここまでだけのものとキャミソールになってるものがあると思うんですけど、GU やユニクロなどに売っているワイヤーなしのブラトップがすごく人気で、1500円ぐらいで買えるものが多いんですけど、それは本当に1枚黒と白2枚とかを持っておくとすごく楽です。それはもうどの世代からも愛されるであろうブラだと思うんですけど、ここがキャミになってるものもあれば、まあ、ちょっと太くなってるものもあるんですけど、細いキャミの方がこうめくれちゃった時にこういう細い方がなんか良くないですか。なんか太いものより、なんとなく個人的には細い方がいいかなと思うんですけど、なのですごくそういう GU ユニクロのブラはおすすめですね。人気も高いですね。前回動画で紹介したようなこういう GU のカップ付きのレースのものもすごく可愛いので、これはちょっと動画で見せても大丈夫かなと思うんですけど、こういうレースのものだとカップも付いてるし、夏は割とこれになんか薄いカーディガン羽織ったりとかっていう方も多いので、割とそんなにガイドラインは大丈夫そうかなって思うんですけど、こういうのも黒と白とか持っておくとすごい楽ですね。レースが見えて可愛いです。見えても可愛いものだとやっぱレースとか、あとまあ太いタンクトップよりかはこういう細い目の方が見えてもなんかあんまり嫌じゃないかなっていう感じはしますね。そういうワイヤーなしのタンクトップでもこういうお腹の下まであるようなキャミソール的なものから、ここで終わってるようなスポブラみたいなものがあると思うんですけど、ここで締め付けられるのが嫌だとか、あと女の子は結構お腹が冷えちゃうからこういう
のじゃなくて下まであるのじゃないと嫌だっていう意見を前いただいて、そういう方もいるんだなって思いました。あとあんまりここで切れてるものよりも線が気にならないっていう意見もあったので、そういうなんかピチッとした体操着を着なきゃいけないとかっていう時は、そういうキャミソールになってるこのお腹の下まであるようなブラトップとかの方がすごい楽だと思います。ノンワイヤーはそういう運動とかしてる方におすすめですね。そしてスポブラも似てるんですけど、アディダスって書いてるようなものとか、そういうスポーティー系なブランドからも出てたりすると思うんですけど、ここで終わってるものとお腹まであるもの、好みが分かれるかなと思います。今のところワイヤー入りブラ、キャミソールブラ、スポブラを紹介したんですけど、続いてホック付きのブラになりますね。ホックっていうのはこの後ろでキュッてするものなんですけど、3段階あって、こうきつくするか真ん中にするか一番緩くするかっていう調整があるんですけど、こういうワイヤーが入ってたりするようなブラだと後ろをホックで留めるものがありますね。今結構前でこう留めるのも流行ってるらしいんですけど、私はちょっと使ったことないんでわかんないんですけど、前でこう留めるってものもなんか今流行ってますよね。続いてナイトブラです。今めちゃくちゃ話題じゃないですか。ナイトブラは使ったことある方とない方いると思うんですけど、ナイトブラを使う理由としては形が崩れないようにするという意味らしいです。で、ナイトブラのことを実際に調べてみたところ、あまり中高生は使わなくてもまあいいっていう意見がありましたね。まあ本当に形崩れるのが嫌だっていう子はつけてもいいと思うんですけど、そこまでつける必要性はなく、どちらかというと大人の人が垂れてこないようにつけたりとかするみたいなので、割と20歳超えてからでも大丈夫なのかなって思いました。まあすごく気にする子は若いうちからつけておいた方が形が綺麗に見えたりとかするのでいいかなと思うんですけど、無理にそんなつけて寝なきゃいけないっていうことはないみたいですね。つけてない方が開放感があるのでぐっすり寝れるっていう人も多いんじゃないかなって思います。はい、というわけで今回はブラの種類についてお話ししてみました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、少しでも参考になったよって思ってもらえたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバイ。こっちの動画ではなぜブラをつけた方がいいのかっていうのと、垂れてきちゃうっていうことだったり、サイズや何カップとかっていうお話もしているので、ぜひ見ていない方はそちらも見ていただけたらなと思います。バイバーイ。